サラ・アレシャンドラ・リマ・タバレスは、ポルトガルの歌手、作曲家、ギタリスト、パーカッショニストである。彼女は、カーボベルデ系だが、ポルトガルのリスボンで生まれ育った。彼女は、アフリカ、ポルトガル、北アメリカの影響を受けた、ワールドミュージックを作曲する。彼女は、ポルトガル語と、ポルトガル語をベースにしたクレオール語で作曲する。ポルトガル語は、彼女の歌の主要な言語ではあるが、 彼女の多言語の歌のレパートリーの中では、同一の曲中にポルトガル語、ポルトガル語クレオール、さらには英語でさえ乱すことは難しいことではない。タバレスは1993年、1994年のエンデモルソングコンテスト終盤でエストレラスの決勝戦を勝ち抜き、このことは彼女を1994年のポルトガルテレビソングコンテスト決勝戦の勝利を助け、 その結果、ユーロビジョンソングコンテスト1994に出場し、チャマール、AM ジカで8位に達した。彼女はまた、ディズニー映画ザ・ハンチバック・オブ・ノートルダム、中のヨーロッパ・ポルトガル語バージョンのゴッド・ヘルプ・ザ・ウトガースツの歌唱でも知られ、この曲は、最優秀外国語翻訳ディズニー賞を得た。ありがとうございます。